今回は源頼朝の愛人亀の前のその後について紹介していくぞ。 NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人では、江口のり子さんが演じている亀は亀の前とも言い、生没年不詳で吉橋太郎入道の娘ということである。亀の父である吉橋太郎入道についてはよく分かっていないが、入道は在家のまま剃髪した人のことで、名字から察して下総の国吉橋郡に領地があったのではと言われ、源頼朝に従っていた家来の可能性があるということだ。亀は吾妻鏡によれば、頼朝が伊豆の蛭ヶ小島で流人生活を送っている時から頼朝のそば近くで仕えていたとあり、美しく性格も柔和だったとされているのである。亀のことは吾妻鏡にちゃんと出ているんだね。そうだ、吾妻鏡は変幻式の歴史書だから、わざわざ美人と記述してあるだけでも珍しいと思うぞ。それと頼朝は流人だったが、牢屋に入れられていたわけではないのだよ。伊豆の木材の監視下に置かれてはいたんだが、ある程度自由に過ごしていたのだ。乳母の比企の尼が仕送りしてくれたからか、巻狩りもできたし、八重姫に頼ったり、亀の前をはべらせたり、北条政子と駆け落ちしたりもできたということなのだ。大河ドラマでは亀は最初阿波の漁師権蔵の妻という設定となっている。そして石橋山の合戦に敗れた頼朝が真鶴から阿波に逃れた際に亀と出会い、頼朝に気に入られたということだ。その後亀は権蔵と離縁して鎌倉に行き、大倉御所で侍女頭として働くようになり、同時に頼朝の妾となったということなのだ。ドラマの設定は実際のと違うんだね。うむ、こう言ってはなんだが、鎌倉殿の御所で働く侍女頭が漁師の奥さんに勤まるかどうか疑問じゃ。京都の院や貴族の屋敷に勤めて礼式を身につけた比企の尼の長女みたいな女性でないと勤まらないからな。1181年12月、頼朝の正室政子が妊娠。翌年3月には千葉常胤の妻が帯を献上し、頼朝自らが嫡胎の儀を行い、比企の尼の長女の丹後の局が媒膳を給仕したのである。頼朝はこの頃約1年前から恩密通していた亀の前を密かに6月に中原光家の小壺の屋敷に住まわせ通うようになっていた。吾妻鏡には亀の前を小壺に住まわせた理由まで載っていて、頼朝が由比ヶ浜へ禊に行くとか、和田義盛、和田義持、三浦義連、半賀屋重友らと急場の訓練をするためとか、車王子に住む加藤景景の病気見舞いに行くといえば、小壺方面に向かっても不自然ではないということであった。鎌倉って狭い町だけど、頼朝の言い訳まで書いてあるのがリアルだね。うむ、それと現代の感覚では奥さんの妊娠中の浮気なんてもってのほか即離婚となるが、昔はよくあることだったというか、頼朝のような権力者にはむしろ当たり前と思われていたことでな。政子の嫉妬が異常とされているのがポイントじゃ。頼朝の妻政子は出産のため7月に頼朝の乳母比企の尼の一族である比企能員の比企能の屋敷に移り、梶原景時が出産に関して取り仕切ったのである。そして1182年8月12日政子が長男万寿を出産後、政子の父北条時政の5歳の牧の方が頼朝が浮気をしていることを政子に知らせたのだ。なお政子に知られる前後に亀の前は飯島の右筆伏見広綱の屋敷に移っていたのだが、これは政子が出産のために比企能員へ移ったことで、頼朝が通いやすいように小壺より近い飯島に移したとされているのである。そして頼朝が亀の前に通っていることを知った政子は嫉妬に狂い、牧の方の父である牧宗親に命令して11月10日に伏見広綱の邸宅を破壊させたのである。亀の前は伏見広綱に連れられて阿武釣りにある大田和義久の屋敷へと逃亡した。この伏見広綱屋敷破壊事件について聞いた頼朝は
事件の2日後に牧宗近を連れて阿武釣りを訪れ、伏見博綱に経緯を聞き、また泣いている牧宗近を尋問したということである。牧宗近は頭を地面につけて平伏して、御台所の政子に命令されたとは答えなかったため、怒った頼朝は牧宗近の元取りを切って恥辱を与えたということなのだ。吾妻鏡には、頼朝は牧宗近に怒ったのはなぜ広綱の邸宅を破壊する前に自分に教えなかったのかという理由だったという。そして牧宗近の話を聞いた北条時政は、妻の父の恥辱は自分の恥辱と怒り、この2日後に軽室牧の方と一族を連れて鎌倉を去って、本拠地の伊豆に引き上げる騒動に発展したのだ。しかし政子の弟義時は鎌倉に残ったため、頼朝の信頼を得て褒美を与えられたのである。この話有名だけど、頼朝と政子の夫婦間の話し合いで解決できなかったの？はっはっは、確かに夫婦の間で解決すべき問題だが、権力者の家庭というのはよかれあしかれ家臣を巻き込むものなのだ。それと御家人たちの前で鎌倉殿の頼朝に元取りを切られた屈辱は、現代の感覚では理解できないほどだったのだ。時政の対応がそれを物語っているな。また息子の義時はこの事件で逆に頼朝の信頼を得たが、まさにピンチをチャンスに変えたということだ。その後12月10日に亀の前は中原光家の小坪の屋敷に戻ったとも言われているが、御台所政子の怒りは収まらず、6日後に伏見博綱を遠江の浜松に流罪にしたのである。亀の前と流刑となった伏見博綱のその後は、吾妻鏡では1183年が欠落していることもあり不明である。亀の前はどうなったんだろうね。うむ、気になるな。それと政子が怒ったのは嫉妬ばかりではないのだ。北条家はそれほど強力な豪族ではないから、頼朝がふらふらと他の女性になびいて子供が生まれたりすると、その女性の父や兄が権力を持って北条家の権力が奪われるという恐れもあったのだよ。頼朝は同じ頃、長兄悪源太義平の未亡人で新田義重の娘にも恋文を送ったが、父義重が政子を恐れてすぐに娘を嫁がせ、新田一族は源平合戦にも参加を自粛したので、後々まで冷遇されたという話もあるのじゃ。この新田氏の話は、頼朝に娘を差し出すイコール政子の嫉妬と北条氏に睨まれるということがいかに恐ろしかったかというのを物語っているものではないかな。吾妻鏡には、頼朝は1194年うるう8月に白波と青山で極めて美しい景色の岬の津に、椿の御所、桜の御所、桃の御所という3つの別荘を建てたという記述がある。そのうちの椿の御所には、頼朝の妾として妙子が住んでいたとされるのだ。妙子は一説によれば向ヶ崎長塚氏の娘だということである。最初頼朝は妙子を伏見博綱の屋敷に住まわせたが、北条時政の御妻牧の方がこのことを御台所政子に告げたため、嫉妬に狂った政子は牧宗近に命じて広綱の家を破壊し、妙子を追い出したのだ。その後頼朝は妙子を三浦義明の三男大田は義久に託し、岬の椿御所にかくまったのだ。そして頼朝は政子には三浦一族からの招待と政子に言い訳しつつ、たびたび妙子を訪れたということである。あれ、同じような話だけど、妙子が亀の前だってことかな。うむ、そうかもしれないな。向ヶ崎は椿の御所があったところなので、妙子は実家近くに住んでいたと考えられるな。それに伏見博綱が亀の前を連れて行った先が阿武釣城の大田は義久というのも、妙子イコール亀の前とすれば赤の他人ではなく親族の三浦一族を頼ったということで辻褄が合うということなのだ。ということで亀の前イコール妙子と考えると、亀の前のその後は
向こうが先は椿の御所で過ごしたのではないかと言われておるのだ。子供は生まれなかったようだが、頼朝の死後は尼となって政子の嫉妬には関わらずに穏やかな余生を送ったと見ていいのではないだろうか。博士、今日はいろいろ勉強になったよ。ありがとうございました。吾妻鏡によれば、頼朝は1194年9月6日、1195年1月25日、8月26日と岬に出かけたと記録されている。そして1199年に頼朝の急死後、妙子は出家して妙後にと名乗って頼朝の菩提を弔ったということだ。妙後には寛喜2年に亡くなり、屋敷跡といわれる三浦半島近くの三崎港近くの大鎮寺に墓が残っているということである。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。